失礼に聞こえたら申し訳ないんですけれども、何でも、すごくこう育ちの良さをその言葉の節々からチャンネルとか見てても動画を見てても思うんですけれども、本当ですか。育ちはお前俺の感知ってるやん、うん、言ったってよ。もう何やろ、女帝みたいな。あの高校、1年生2年生ぐらいのあたりに僕髪の毛ドレッドヘアやったんですけど、あのでそのなんて言ったらいいんですかね、何のちょっとイベントか忘れたんですけど、高校に母親とか父親も来るイベントとか何回かあるじゃないですか。で母親も来てくれたんですけど、あの僕その時初めて見たんですけど、僕ドレッドで教室で待ってたら母親もドレッドで入ってきましたっていう母親です。なんとなくのイメージなんですけれども、はい、こうおりゅうさんの家庭には、はい、ここにこうナプキンを下げた執事みたいな人がいるのかなとか思ってました。いやもう本当に僕、母親一人で僕のことを育ててくれたんですけど、19歳の時に僕のことを産んで、で21歳の時に妹のことを産んだんですけど、当時母親は、自分の食べるご飯を我慢して僕にご飯を食べさせてくれて、で家にお風呂もなかったので、あの毎日母親と、車も持ってなかったんで自転車で2人乗りで2歳の僕をカゴに入れら、普通後ろじゃないですか、二人乗りって。僕カゴに正座して入れられて、で銭湯に行ってっていう生活をしてたんで、全くイメージとは逆ですね。で金銭的な教育もかなりスパルタで育てられたので、あの15歳の時に中学3年生の最後の休みの期間あるじゃないですか、あの期間も高校1年生っていう風に偽ってアルバイトとかしてましたね。もう自分のお金は自分でやりなさいっていう。なので大学も全部奨学金で今も返してます。そういったお母さん、まあ、だからこそ左腕に、まあ、そういうところも含めてフェイスですね。信念の強い母親だったので、そこに信仰を持って生きてます。